皆さんお疲れさんです。とうとうね、言ってた通りですね、ビーフィーの、黒買いました。なんと4つで4000円なんですよ。でなんで4000円かというとですね、まあ皆様のおかげもありましてですね、ポイントを貯めてですね、本当は5000円ぐらいすると思うんですよね、これ一つ。ビーフィー2枚入りですね。5000円ぐらいするんだけど、まあ円安も伴ってですね。で、タイムセールで3000円で、で、ポイント1万2000円ぐらいになるんですけど、で、ポイント貯めててですね、なんとか、4000円までなって、1つセット、まあ1000円ぐらい。1000円いかないんですよ、実は。980円ぐらいですよ。で、買えました。皆さんのご協力のあれですね、本当ありがたいです。今ユニクロ高いね、びっくりした。ユニクロ高いよね。いや久々サイズがねもう太って、買おうかと思ってみたら高いんですよね。2000円1枚するもんね。で、セールでも1200〜1300円1枚で、昔はね500円とか700円で買ってたんで、久々見たら高いなと思って、で、まあ、子育てもあるんで安く買えないかなと思って一生懸命ポイント、まあ動画撮影も下手なんですけど 4,5 年近くやってます。まあコツ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 と、いやそのポイントが溜まってですね、ようやく、皆さんのおかげもありまして買えることができました、そのポイントが。で、これがね本物ですね。次の撮影では来てるとこ出そうかな、うん、感じですね。で、4つ買えたんです。4つ買ったら500円ぐらい でもう1個増やすと単価上がるんで、ちょうど4つが500円ぐらいになるんです。これ1枚500円ね、ビーフィー。いやー、着やすいですよね。うん、高いなと思って、円安でね高いなと。で、XL なんですよ。で、もう太って、今年はこれでいこうかなと思って、黒、白よりもやっぱ黒がいいね、やっぱり。うん、黒が落ち着く。他の色もね、まあ頑張ってチャンスがあったら一旦黒にしました。この作りもしっかりしてますもんね、ビーフィーね。うん、XL そういう買い方したっていうちょっと、商品説明じゃなくてそういう風に買えましたんでっていうことでありがとうございます。もう皆様のおかげでね、あのまあ冴えない動画なんですが、見てくれたおかげで、ぼちぼちと溜まっていってですね、 YouTube の方ではまだお金なってないんですけど、まあコツコツやったということですね。ありがとうございました。次はね、来てるところ撮影します。